彼女が、精神疾患の時で、あら、まあ、子供の頃の虐待が、ああ、そうなんだ、が原因で、境界性パーソナリティや乖離の症状があります。経済面でも支えていきたいので仕事を頑張っていますが、相手との時間が取れず辛い思いをさせています。仕事と相手どっちが大切か比べることはできませんが、どうすればいいのか分からず、勝つとアドバイスをください。別に勝つなんか必要ないけど、で、アドバイスも別に俺ができるようなこと何にもないけど、本当にそこまで大事に思ってて、なんとか幸せにしてあげたいと思うんだったら、一緒にお住まいになったらどうですか？そしたら、ね、時間を過ごすことを必ず夜はできますし、お仕事してても、お仕事忙しくても、彼女が嫌じゃないんだったら、それが一番いいんじゃないですかね。か、在宅でできる仕事で、しっかりとお金を稼げるスキルを身につけるか。で、時間を取れるようにして、相手のケアをしてあげるっていうのが一番僕はいいと思います。ね、ちょっと頑張ってみてください。